客の上水平に入りました。両足で踏み切った前方宙返りですね。そうですね、非常にこれは度胸がいるんですね、はい、後ろ宙返り系統ですとね、早く台上が見えるでしょ、はい、ところが前はね、頭が一番最後に起きてくるので非常に正確度を要求するんですね、はい、だから選手は前の宙返り系統より後ろの宙返り系統の方が楽なんです。はい、阿垣選手などは楽ですよね。これまっすぐ映してるからよくわかりますけども、まるで平均台が廊下みたいに見えるんじゃないですかね。そうですね、大きいのが乗るとね、これはまた本当に、はい、細く感じるんですけどね、フィニッシュダブル宙返り。